のままやっていきたいと思いますよ。まずはこちらの企画から、サルバトーレ選手権。イエーイ、来た。まあ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 、何のことかわからない方もいらっしゃると思いますので、ひーちゃん説明お願いします。温めすぎたかもしれません。撮り始めたのは去年。そう、こちらなんとラジオスターライトからノリで生まれた企画でございます。劇場版少女歌劇レビュースターライトのあの双葉が空飛ぶんだよな、サルバトーレがっていうのに固執しすぎた私たちがですね、あの誰が一番似てるだろうかっていう選手権を勝手にやり始めまして、あのクク組全員が、え、撮り始めたの2年前相当前だよ。撮り終わったのが1年前なので、大型企画や、大型で企画だと思います、ね、もちろんね、クク組それぞれ全員が収録をしているので、この音声はミモさんも参加している9人の状態になっております。なので今から我々もね、あのみんながどんな感じだったか、まあ、一応もよちゃんと私たちは聞いてるんですけど、2年前から撮ってるってもう覚えてはいないので、あの聞きながらどれが本物のてるちゃんなのかをみんなで当てようという、マジ意味わかんない企画よな、これ。なんだその企画、絶対わかんない。ククグミの日にすることなの。ククグミの日にやんないとね。満を持してみんな一番楽しみでしたよね。いやいや、楽しみだったよ。今日やらずにいつやんの。今でしょ。いや、なのであのそれぞれ早速音声を聞きながら、あの何番がてるちゃんかなって想像しながら聞いてみてください。はい。そしててるちゃん自身も見事サルバトーレ選手権で優勝できるかどうかっていうのも見どころで、私が私を当てられない可能性があるってこと。いやだからそんなわけないだろう。いやだってほらめちゃくちゃ似てるてるちゃんいるかもしれない。みんなてるかもしれない。いやいやいや、言うて言うてみんな。でもさ、でも正直全員劇場版のてるちゃんを聞いてオウム返しで撮ってるから、そうそう、うん、いやいやいや、自分は分かる。自分は一番誰がさ、サルバトーレかっていうオーディションしたら、え、どういうこと。あ、てるじゃなくてこれでサルバトーレが決まるってこと。あー、そう、あー、なるほど観客のセリフなのに。確かに。まあ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 、どんな感じか皆さんも多分分かんないと思うんで、まずはエントリーナンバー1番の方から引いていきたいと思います。なんか緊張してきたんだけど。それではエントリーナンバー1の方ドキドキお願いします。空飛ぶんだよな、サルバトーレが。あ、待って、分かんないかも。はい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 、暫定めっちゃてるちゃんですね。すごいですね、暫定てるね、これ。いや、この方すごい、なんかセリフの跳ね方とかも素晴らしいですし、あれ、まあ、あれサルバトーレ評論家だ。あれ、サルバトーレ評論家の方がいる。プロの方なの。審査員おるやん。素晴らしいです、プロの方がいる。あれ、なるほど、こんな感じで流れていくんですね。しかも真帆さんに至ってはちゃんとメモ取ってますから、ね、いや私も今もねえ、ペン忘れたんだよ。忘れちゃうから、何番目に誰がなってるのか分かんない。まあやっぱこのオーディションに、はい、任せてください。それではエントリーナンバー2の方お願いします。空飛ぶんだよな、サルバトーレが。待って、あ、すごいすごいすごい、これすごいよ。すごい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 わ。もし可能だったらせーので出したいくらい似てるよね。すごいやばい。けど次も聞きたい、次も聞きたい。レベル高いかも。やば、次行きますよ。もう一回聞きたいぐらい、うん、エントリーナンバー3の方お願いします。空飛ぶんだよな、サルバトーレが。これ違うかも。でも逆に誰か分かんない。誰か分かんない。似てますよ。違うかなって分かるけど、ククグミしかいないんだよね。もちろんですね。待って待って待って、誰だと思った。そんなことある。予想以上にめっちゃ全員なんか ATM プロデュースの方とか。誰、すごいよ。じゃあ続けていきますよ。エントリーナンバー4の方お願いします。空飛ぶんだよな、サルバトーレが。これはよかった、ククグミです。これ多分これなんか超やった。誰、これはすごいですよ。わかんない、どうだろう。まるで空飛びそうですよね。すごい、今もうフライングしてたかな、うん、ちょっと安心したのは原作者の方、うん、ここに至るまで全員ちゃんとククグミの声だったんだなって確認できた、うん、そうね、そうね、確認できた。今4人聞いたね。はい、うんうん、あとじゃあ5人、あと5人。エントリーナンバー5の方お願いします。空飛ぶんだよな、サルバトーレが。え、待って、てるちゃん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 、違う人、てるちゃんだね。てる、てる、てる、今なんてる、てる、てる、うん、てる、てるちゃんかもしれないじゃないですか。じゃあちょっと次聞いてみましょう。あ、いいよ、いいよ、行きましょうか。何ですか。え、いや、てるちゃんはてるちゃんなのかな。その、てるちゃんが来た、外してくるから分かる、惑わしてるから。なんか、惑わなんだ、てる
くない？でもテルはこの時の記憶ちょっと遠いですけど、うん、真面目にやりましたよ。あ、そうなんだ。やってたやってた。ふざけてない？これテルちゃん当てるんだっけ？テルちゃん当てるゲームです。劇場版の双葉の声ではなく、これを収録したテルちゃんを当てる。だから逆にテルがテルって言ってない可能性もあるかもしれない。確かに、確かにね、ちょっとその日のコンディションとかね、まあ、その前に爆笑してたりするからね、多分。いやでもテルちゃんの聞いた時に、わテルちゃんなんかテルちゃんにそっくりだねって言った記憶。言った言った。言った。こんな似てると思うのか。じゃあ次いきますね。エントリーナンバー6の方お願いします。空飛ぶんだよなサルバトーレが。ちょっと響き分かりやすすぎるかもしれない。いたいた、いるいるいる。ククグミだ。テルテルテル違う。テル違う。ククグミだ。ククグミだ違う、うん、じゃあエントリーナンバー7の方お願いします。空飛ぶんだよなサルバトーレが。ちょ羽は生えてるよね。飛びそう、本当に飛びそう。あ、なんか黄色い、黄色いひよこが見える。黄色い羽が生えてるよ、ひよこが。ひよこが喋ってるビジョンが見えました。ちょっとあの、だって後半になると怪しい。あれ、うん、じゃあエントリーナンバー8ですかね、はい、8の方お願いします。空飛ぶんだよなサルバトーレが。いや、これ分かりました私。でも似てると思う、ちょっと待って、みんなさ、2人いるな。そんな方がやってると思えないね。そうですね、今のはあの絶対にあの思えないよね。なんか黄色い羽生えてましたよね。では次最後ですかね、はい、エントリーナンバー9の方お願いします。空飛ぶんだよなサルバトーレが。あれ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 、誰だろう。待って、はい、ラスト3人なんだろうな。私自分分かんなかった。私も自分分かんない。分かった分かった。え、嘘。いやいやいや、あなたは分かったわよ。私分かった。あなたは分かったわ。自分でも分かんない。迷ってる。あやさ、あいな、まほ、あー、もやちゃん、はる。分かりました。マジ、誰も分かんないかった。ほんま、私ひなたは分かったで。え、本当に、うん、ひなた分かった。ひーちゃんはやっぱ一番テルちゃんに近いから。ひーちゃん分かったよ。本当に、うん、じゃあみんな自分の声で。私モエピ2つあんだよね。え、私も私も。でもこれテルを当てるだけで。あ、テル当てる。間違った間違った。テル、テル当てるね。テル当てる。私なんかマジで相場が分かんなかった。あれ、相場が分かんなかった。私、本当ですか。うち、ん、ミモさんもむずいんだけど。あ、確かに。ミモさん多分2じゃないかな。で、テル、テル、テル。あ、そこ、うんうん。え、テルここがテルイス。あ、違うから。これだと思いました私。だから、え、うん、行こうぜ。まあ、テルイ行きますか、うん、そうですね。テルイ行こう。え、どうすんの。出場選手9名のボイス聞いていただいたんですが、はい、皆さんが何番だと思ったのかを、じゃあ、もよちゃんから、はい、ダダダダダって数字言っていきましょうか、はいはい、数字ね、はい、じゃあ、もよちゃんから、アシちゃんまでお願いします、はい、5 3 5 5 5 5。では最後にテルちゃん。あれ、テルは？テル迷ってる。実は自分がどれか分からなかった。あれあれあれ、テルちゃんさっきなんて言った？あれ、テルちゃんさっきなんて言った？正直本当に1から5ぐらいまでに私いっぱいいて。嘘だろ。本当にみんなすごいなって思って。すごいしっかり振りになってんじゃん。本当に分かんないんだけど。一番っぽいのは何番だったっけ。一番っぽかったのは私は5番。私5番かもしれない。あやかちゃん5番かもしれない人だよね。はい。迷ってる。これめっちゃ迷ってるやん。こんなことある。じゃあさお客さんに聞いてみる。確かに。お客さん票をテルちゃんにしよう。私2個迷ってんの。あ、いいじゃん。それで聞いていいの。何番と何番で迷ってんの。1か5。おー、いい線いってますよ。あれ、評論家だ。そう、じゃあ1の人拍手、5の人拍手にしましょうか。じゃあ、テルのセリフが1だと思う人。あー、いるね。じゃあ5だと思う人。あー、でもさ、でもさ、この中で1選んでる人いないから1にしたら。なんで聞いたの。1人だね。そしたら確かに、確かに。やっぱさ、みんな一緒じゃつまんないし。いやいやいや、テルちゃん1で。そうだよね。確かに。でも舞台創造家のみんなのこと信じたいなって気持ちもある。あ、なんでいきなりいい声なんだよ。急に。なんでだよ。急に。テルどっちにする。え、じゃあ、じゃあテルちゃん1とこで。1いないなら1で。おお、大
か、うん、さあでは皆さん覚えておいてください自分の数字を。はい、はい、ということで回答が出揃ったので答えを聞いてみたいと思うんですが、答えの音声はあの声優のね普通のオーディションと同じように名前をちゃんと言ってからセリフを言っていますので、うんうん、そうだったかも。一本のどうあの音声として聞いていただきたいと思います。それではあの9つお願いします。どうぞ。緊張してきた。アミューズ佐藤ひなた。おお空飛ぶんだよなサルバトーレが。はずるよてるちゃん。スターダストクロモーション。これじゃないこれじゃない。小山もね。私のその3かな。空飛ぶんだよなサルバトーレが。え、すごい。誰今の。私。アミューズ小泉萌香。え空飛ぶんだよなサルバトーレが。これ何番目響き伊藤彩さん。空飛ぶんだよなサルバトーレが。何笑ってんだよ。クイーンズアベニュー生田テル。えいいい声。空飛ぶんだよなサルバトーレが。似てる。イエーイ似てる、ね、似てる。響きアイバーイナ。ここが空飛ぶんだよなサルバトーレが。すごい。名前から聞くと富田真帆です。空飛ぶんだよなサルバトーレが。あ、真帆さんだ。羽生えてるよね。響き三森すず子。ここだ。あ、美穂さん。空飛ぶんだよなサルバトーレが。うわー、ちょっと名前があるとわかるんだ。え、違うかった。フェネック所属岩田春樹。空飛ぶんだよなサルバトーレが。めちゃくちゃ春ちゃんじゃん。岩田だった。私だね。ということでなんと5番がてるちゃんでした。5番です。嬉しい。え、今のもう一回聞きたいくらい。もう一回聞く。さらっと。え、いいんですか。いいですよ、どうせ押してるんで。もう一回頭からお願いします。アミューズ佐藤ひなた。空飛ぶんだよなサルバトーレが。まずこれ名前から聞くとそうにしか聞こえないんだよ。スターダストプロモーション小山桃代。空飛ぶんだよなサルバトーレが。あーすごいちゃんだわ。アミューズ小泉萌香。空飛ぶんだよなサルバトーレが。あー響き伊藤彩さん。空飛ぶんだよなサルバトーレが。彩さだね。本当に似てる。彩さやん。クイーンズアベニュー。いい声。生田テル。こんないい声やな。空飛ぶんだよなサルバトーレが。似てる。似てるんだ。本人だ本人。響き、アイバーイナ。空飛ぶんだよなサルバトーレが。ああ。富田真帆です。空飛ぶんだよなサルバトーレが。真帆さんだけ音声くぐもってないですか。響き、三森すず子。空飛ぶんだよなサルバトーレが。あーかわいい少年。なんで真帆さんがこもってるか。フェネック所属岩田春樹。空飛ぶんだよなサルバトーレが。はるちゃんの悪ガキじゃねえか。悪ガキだった。あのゲームのさ、ね、水平サルバトーレの最初の劇の水平の悪ガキだった。はい、ということで小山さん富田さん岩田さん小泉さん相葉さん伊藤さん正解です。イエーイ。マホさんが持ってるか私覚えてますよ。え、何？あの自分が似てなさすぎて、うん、笑っちゃってあのセリフもこれテイク5くらいです。やばそんなにやったのにこんなに似てないの。いやいや、ね、僕のことマホさんってで、マホさんもう諦めたの、うん、もうこれでいいですだから富田真帆ですも言えなくて富田真帆です。そういうことか。もう無理です。すごいね、2年の歳月って人の記憶を書き消すのね。はるちゃんの真帆さんにこれ卓録って卓録真帆さんの卓録だけど。でもこれみんなやりたい。え全員分やってみたい。え今回はさサルバトーレ選手権。あ、まあ、ふたばもうカレン、どれがカレンでしょう。やってみてください。スターライトしちゃいます選手権ってこと。楽しそう楽しそう。ちょっといやこれめっちゃ楽しかったですね。楽しかった。またなんかやりましょう、うん、選手権よろしくお願いします。ということで次回に期待。以上サルバトーレ選手権でした。イエーイ面白かった。こんな盛り上がるの